ああ FEC チューンド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 。はいどうもー、でっこかいりです。ぽっこりょうとです。でこぼこトラベリングです。お願いしますちょっと止まっちゃったね。はい、びっくりしました。はい、はい、今回の漫才のテーマが、はいはい、お菓子ということで、はい、漫才していこうと思います。まあね、お菓子って言ったら、はいはいはい、もうずっと俺たちが生まれてない時代からあるお菓子とかもあるじゃんね。はい、ございますね。カールとかね、結構何十年って続いてたけど、まあまあそうですね、長い間続いてね、ロングセラーで、ね、もう歴史に幕を閉じるみたいな。まあね、このカールの歴史ね、そうそうそう、幕を閉じるって言ってね、もうなんかやっぱね、うん、今の子供たちは飽きるのよ、お菓子に。ああ、はいはい、そういうことね。やっぱね、飽きが早いからね、今のこの世代の子たちはね。そうそうそう、だから、ね、なんかね、飽きないようにする方法をやっぱ考えないといけない。はいはい、まあ確かにね、お菓子をね、そうそうそう、長く続けていくにはね。だから両党もね、いろんなお菓子ちょっと考えてきたから今日発表します。すごいすごい、発表して。じゃあ、まあ両党御殿がですね、両党御殿、両党御殿です。もうその時点でなんかパクリ感すごいんですよ。もう両党御殿ですよ、昔からありますから。昔からないよ、はい、あの両党御殿はですね、はいはい、ベリーモタルト。ベリーモタルトこれなんかベリーモタルトは普通じゃないです。どういうこと、うん、ベニーモもあるんですけど、うん、はいはいはい、ベニーモのね、この下にタルトがあるじゃん。はい、タルトございますね。このタルトが船の形をしてるんですよ。タルトは船の、船の形、ま、タルトは船の形してる、ね、してる、うん、もっとでっかい船の形をしてるんですね。あー、もっと大きい船の形を、そしてその中にですね、はいはい、あの子供たちが好きなあのあれですよ、うん、あー、なになに、バイアグラです。おい、バイアグラを入れること。おい、ちゃちゃちゃ、入れること、船越雄一郎とバイアグラ、やめれやめれ、ダメですか。よくないよ。食べたら元気になります。おい、どこが元気になるんだバカ野郎。船くん、夜の火曜サスペンス、夜の火曜サスペンスはいらないから、これ大丈夫ですか。やめろやめろ。じゃあ他のものやるわ、他のものやるや、他のやろ、他の、うん、あのね、チョコボール、チョコボール、チョコボールあるよ、はいはいはい、やっぱね、銀のね、あのエンジェル当たるじゃん。はいはい、銀のエンジェル当たりますね。でもね、金もあるけど、金もあるけど当たりにくいさ、うん、金はもっと、まあ、なかなかね、なかなか当たらないよ。そう、銀あの5枚集めないといけないから大変じゃん。まあ、確かに大変、出づらいし5枚集めないといけないしね。そうそうそう、だから両党のお菓子御殿ではですね、はいはいはい、あのチョコボールならぬ玉ボールですね。玉ボール、玉ボール、金玉ボール、ね、おい、金玉ボール、あの開けたら吉原の500円、おい、やめろ、おい。そこ自体合法じゃないから。あ、そっか、うん、やめて、うん、本当にやめて。そっか、うん、そっかじゃないか、やめて、ミュージックやめて、やめて、やめて、大丈夫ですね、うん、やめて。じゃあ他のものやるわ、あのチョコエッグ、チョコエッグ、チョコエッグってさ、まあ、うん、おもちゃとか入ってるけど、あ、はい、あのね、チョコのなんか卵みたいなやつの中にね、おもちゃ入ってるね。もうそろそろおもちゃ飽きたでしょ。おもちゃ飽きないよ、子供は。いやいやいや、子供はもっといろんなものをや、うん、勉強しないといけない。そう、開けたらコンドームが入る。おい、やめろやめろ、え、お前さあ、少子化対策、少子化対策じゃ子供に言うな、そんな。大丈夫か。これが段階踏んで学んでいくわよ、あいつら。あ、そういうことか。お前、あいつらすげえな。お前さ、さっきからそうやって言ってるけどさ、はいはいはい、段階的に最終的に、お前童貞も卒業できてないのに、うん、早く自分で童貞卒業してがこういう話しれ。そうだね。どうもありがとうございました。デコボコトラベリングのビッグスモール、さあ始まりました、デコボコトラベリングのビッグスモール、僕らデコボコトラベリングの帰りと京都でお送りしています。はい、お願いしますね。はい、お願いします。はい、じゃあいつものから行きましょうか。はい、バイトや小学校、バイトや学校やね、大学、アルバイト、そしてはアルバイト、仕事、いろんなやってる方、お疲れ様です。はい、お疲れです。今日もですね、生放送で1時間お送りしますので、ぜひぜひ聞いてください、お願いします。はい、聞いてってください。はい、いや、一週間早いですね、また。早いですね、もう。水曜日になりましたよ。すぐですよ、うん。すぐです。あ、なるほどね。なるほどね。まあ、これはあの、ね、ビッグスモールで足もネタ厳禁なので、コメント、これは読み上げませんけど。すいません、ボッキー我慢選手権最高です。イェイ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 イェ
うん、俺も好きだわこれはね。あとで目つぶしするから、ね、はい、よろしくお願いします。はいはいはい、お願いします。ついにですね、リョートのいとこがですね、はい、FM ギノワンをラジオで聞いたっていうことで、おー、うん、すごいすごい、ありがとうございます。たまたま、うん、チャンネル変えたらギノワンの方で走ってたら、うん、リョートの声が聞こえて、そうなんだ、何を喋ってんのかな、月曜日の放送で多分勝利さんたちがね、はいはいはい、あれか、ヘルプで行ったやつ、そうそう、マンコマンコ連続連呼して、あの母ちゃんに電話かかってきたらね。そうなるだね、はい、お前の息子ちょっとおかしくなっちゃったぞ。おかしい、いや、ちょ、おかしいけどね。そうですか、うん、だいぶおかしい。結構わじられましたね。いとこっていうか、このいとこのこの親戚の人が、あの電話来てくれたんですけどね。もう本当にやめた方がいいと思うよ、そういうの。そろそろいい年なんだし。そうだね、もうそろそろやめないといけないと思って、マンコマンコ。おい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 、おい、だからお前、その前に童貞やめれって。やだ、りょうとは30歳まではやだ。ずっと30歳までいったらもう手遅れじゃない。ずっと、もう妖精になるって決めましたから、りょうとは。30歳になったら妖精になるから、KY チャンネルでも、うん、りょうとは本当に30歳に妖精なんのかっていう企画もやるので、それまでは我慢。30歳まで YouTuber やってるんだ、一応。当たり前さ、ずっとやり続けるよ。あ、そうなんだ。多分一人でやってるかもしれない。みんな結婚したりしてから、一人で、始まりました、KY チャンネルとか言ってるかもしれない。はい、そしてついに僕は今日、妖精になります。っていう動画、そう、で、はい、もう見るから飛びますって言って、11時59分なんですけどね、はい、妖精になったら多分羽が生えるんで、今ビルから飛び降りてみたいと思います。さあ行くぞ行くぞ。12時だピューンヒーポー不謹慎だよ。不謹慎ですね。やっぱやめましょう、これはね、やめよ、そういうの。考えても分かることなの。よくないよくない、はい、ね、はい、いろんな方がこんばんはと言って、あ、こんばんはね、ね、もうコメントくれてるので、もうなんかね、一人一人見上げたいんですけども、ね、まあ、時間の問題でね、そうね、皆さんまとめて、こんばんは、こんばんは、皆さんこんばんは、はい、こんばんは、はい、今日もね、よろしければ最後まで聞いてってください、はい、よろしくお願いします、はい、そしてそして、何ですか？でもなんかこのツイキャスの閲覧人数が今17人だわけ、はい、17人ということで、ね、こんばんはって言ったの5人6人ぐらいだわけさ、あ、5人6人ですね、あとの11人どうしたのかな、あれですね、恥ずかしいんですよ、恥ずかしいんです。どうしたのかなーって。どうしたのかなーって。ああ、なるほど。バイアグラを飲んだんじゃないですかね。ですか、俺のいとこの小6も聞いてるから。マジかー、うん、ちょっと見ない方がいいよ。見ない方がいいよじゃないよ。マジかー。正統派なラジオを知ればいいから。そうね。普通のラジオを知ればいいから。じゃないよ。この子は何歳なの？この子はって、このいとこだった、小学校6年生だ、おい大丈夫よ、チュンコぐらい通じるよ、大丈夫大丈夫、おい通じちゃいけないんだよ、大丈夫か、通じちゃいけないんだよ。初めまして、でこぼこトラベリングのリョットです。名前はなんていうのかな、うん、教えない、教えない子か、教えない子ってわけじゃない、もういい、もういい、次子、はい、次も、はい、行きましょう、ね、こんな話じゃないんですよ、こんな話じゃないんですね、うん、今日はね、俺最近、何ですか、K-POP、最近というかね、俺高校ぐらいの時から K、 あ、いやでも結構前か、初めは中学校ぐらいか、ああそんなに、からK-POP にハマってて、うん、まあちょうどね、あのカラとか少女時代とかね、あの時代ね、流行った時期を、うん、あの時代からもう今までずっと K-POP にハマってるんだけど、なるほど、ここ最近ね、もうちょっと激アツなのがもう、うん、もうみんな知ってるとは思うんだけど、うん、TWICE ね、はい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 、TWICE 今ね、なんかもうとってもなんていう の、 や、 て、ね、このやっぱ有名で、なんかもう日本デビューもして、うん、ね、もうね、 TT ね、みんながもうこの多分知ってると思う、 ET じゃなくて ET じゃない、 ET はあの宇宙人と人間の友情を描いた映画だから、TT なんですね、 TT、 うん、 TT、 あのなんかね、 TT ポーズって流行ったよ、こんな感じ、ああ最近流行ってるね、そう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 、なるほど、うん、もうちょっとね、あのまあ、俺一応 K-POP 好きだったんだけど、うん、TWICE あんまり聞いてなかったわけ、ずっと、あー TWICE ね、そう、俺はなんかあのブラックピンクっていうのが好きで、そのブラックピンクをずっと聞いてて、ブラックピンク、うん、ブラックピンクも最近ね、多分日本デビューちょうどしたばっかかな、かするかの、これは歌手なの、ブラックピンクっていう、あーもうだから全部アイドル、アイドル、アイドルなんだ、 K-POP アイドル、すげえなー、うん、でまた
あれか、あの YouTube の動画とかに PV とか載ってるじゃん、うん、ミュージックビデオとか、うん、はいはいはい、でなんか、なんか、まあ、例えば、まあ、比べちゃいけないとは思うんだけど、はいはいはい、あんまり比べるのよくないと思うんだけど、はい、まあ、日本の某アイドルとか、ね、今有名な、うん、なんかこのね、なんかあのサイレントマジョリティとか出したりしてるとか、あ、なるほど、まあ、まあ、なんたら、まあ、最後の数字がついてる40なんたらとかついてる、あ、 AKB ですね、言うな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 、俺わざと隠してたほとんどやってみんな分からない AKB っても、まあ、AKB とか乃木坂とか、うん、欅坂とかそういう、まあね、日本のトップ、ね、アイドルで、うん、ミュージックビデオ再生回数大体6500万回とか、あ、なるほどね、そんだけも、それでもすごいじゃん、すごいよこれはぐらいなんだけど、うん、あの TWICE とかそのブラックピンクとかのミュージックビデオの再生回数2億回とかえ、だったら多分その動画出したらすぐ再生バッて伸びるんだ、うん、そうそうそう、もうだからやばいね、億だわけよ再生回数のレベルが、ねえ、もうだからなんて言えばいいのかな、俺なんかとすごいね、でもだから、うん、見て自分がもうずっとなんかちょっと前から見てるやつだから、うん、こうやって有名になっていってるのも、はいはい、とっても嬉しいし、嬉しいね、でどんどんいろんな曲も出して、しかも日本デビューももうしてるから、はあ、とっても嬉しい、であと、なるほど、防弾少年団ね、あ、 BTS、 あの俺ももう高校生の時からずっと好きなんだけど、はいはいはい、ちょっと前に日本デビューして、ね、うん、で、あのね、もうなんか最近なんかなんていうの、結構有名だった曲というか、あの血汗涙っていう曲なんだけど、すごい有名な曲なんだね、うん、そう、この血汗涙が、あの、うん、確かね、世界でトップになったのかな、ジャスティン・ビーバーとか抜いて、そうだよ、なんか有名だよね、うん、防弾少年団はね、1位になって、うん、あのもう一躍もう世界でもトップアイドルになったっていう、もう俺もずっとだから、うん、だから俺高校の時も分かる、うん、なんかこのその防弾少年団のダンスを完コピして、うん、あの踊ったわけさ、このあれで高野菜で、ああ踊ったのね、うん、見てなかったあの後輩たち引き連れて、ね、あの舞台裏いたよ、リョットは、うん、まあまあまあね、あの時はもうしょうがない、あれオーディションの時もやったし、でもすごい頑張ってたもんね、うん、だから毎朝ねみんなで練習とかして、すごいよ、でそうやってなんか応援してたグループがもう日本デビューもして、はいはい、しかも最近ちょっと YouTube で見たんだけど、はい、防弾少年団なんとなんとあのナンバグランド花月の喜劇にも出てたわけ、そうだよ、スチコさんとコラボしてたよ、スチコさんとコラボしてて、スチネリョットの好きなスチ、俺もうびっくりした、すごいよ、うん、でそこでダンスも披露して、うん、しかも、さあそのやっぱり有名度合いが違うなと思ったのが、うん、もう歓声とか聞いた、歓声はすごかったな、出てきた時のもう女子の歓声、キャーキャーキャーって、あのために来たんじゃないかぐらいの歓声だったよ、そうだから絶対絶対でもあのために来てるわけ、うん、来てるよ絶対、ほぼ、うん、ほぼ確実に、だってあんな値段で見れないからさ、普通もっとするよね、防弾少年団とかって、うん、ライブとかってさ、そうだよ、うん、だからもう俺も行きたかったなぁと思って、すごいね、うん、やっぱ有名だよ、いやもう俺が目標とするアイドルというかね、ああそうですね、はい、だからもう皆さんよかったら K-POP ね、うん、いっぱいじゃんじゃん聞いてください、聞いてください、あと見たことあるかは分からんけど、うん、Twitter で動画上げるさね、防弾少年団が、あで動画をこう見てたら、うん、下にいいねあるさ、うん、いいねがずっとあの増えていく、ああ常に増え続けていってる、もう見れるわよ、あはいはい、確かに世界全国が1秒に何人か見てるって計算したらすごいなって、うん、必ず、うん、そうすごいんだよ本当に、影響力が本当にもう半端ないねあれはね、うん、だからもうなんていうのかな、うん、もう俺も、まあ、そういう風になるのも近いかなって一応、ああなるほどね、うん、俺も、まあ、あとね、まあ、1、2年ぐらいしたら、ああはいはい、行かせませんよデコボコトラベリングこういうのやれませんから、やらないの、はい、あなたが有名だったら両党一人になれますからダメです、ハイアップロやってるのに、えハイアップロで有名なればいいさ、ハイアップロかだったら認めよう、しょうがないM ステ目指そうねM ストでいいわ、M ステ、M ステって言っちゃった、M ストって言っちゃったねタモリさんとコラボしたい、あーまあまあ確かにね、うん、これは目標ですよ、 M ステ出て、あのカウントダウン TV 見て、憧れ、こんにちは、カウントダウン TV をご覧の皆さんみたいな言いたい、ああ言いたい言いたい、めっちゃ言いたい、次の曲はハイアップローです、ああめっちゃいい、めっちゃいい、沖縄で沖縄とお笑いグループが合体したみたいな
なんかどういうこと、沖縄とお笑いグループ合体したってどういうこと。よくわかんないですね。全然意味がわからない。申し訳ないですよ、本当に。俺もよくわからんかったけど、うん、突き通そうと思ったらすぐバレましたね。バレるよ。まあまあ ね、そんな感じで僕たちも頑張っていきたいと思うので、はい、応援お願いします。はい、そしてですね、はいはい、今日は、まあもう夏がね本格的に始まってきたということで、はい、今日から僕たちねオープニングトークだいたい最初の前半の部分やってるんですけども、はい、やってますよ。このオープニングトークの部分で一、うん、つ怖い話をしようかなと思って。夏ですから。はい、もう夏ですから。しかも出るところですか、ここはね。はい、また楽しめると思います。ちょっとカーテン開いてんじゃない後ろ。だからな、これちょっとかっリョウとリョウと締めに行った、締めに行ったもん。カーテン開いてるの締めに行ったもんね。俺がちょっとネットで見て、あ、これ怖いなと思ったこのなんていうの、怖い話をちょっと一つ読みたいと思います。はい、ちょっと怖いですね、こういうの嫌だな、なんか。はい、じゃあ、はい、行きましょう。行きましょう。まあ肝試し、肝試しですね。友達の先輩が肝試しに行った。そこは地元では有名なハイホテルで、先輩はビデオを回しつつ友達数人と、これなんだろう、 WK トーク。 WK トークって何？笑い話じゃないかな。あ、そっか、うん、笑い話とかしながら突入したらしいですね、うん、が最上階まで行っても何も起こらない。なんだよマジつまんねえみたいな空気になって車に帰ることにした。ちなみにビデオの電源を切り手に持って帰りは歩いていた。で後でビデオのチェックをしてみたら映ってるんだよ。髪の長い女が四つん這いで向かってくるのが、うわやべえ怖えうえーと大盛り上がりの車内。しかし次第にある疑問が起こる。なあこれいつ撮ったんだ、画面の天地逆だしやたらブレるし、うん、友達の一人が先輩に聞いた、うん、撮ってないんだよ。先輩はボソリと言った、うん、これ帰り道で撮るのやめた後のシーンだぜ。それから変なことが起こり出す。一緒に行った友達が事故で骨折、人が飛び出してきてぶつかる瞬間消えたらしい。先輩の家で数々の霊現象と悪夢。先輩のお母さんが倒れ入院、病名は不明。先輩はビデオの霊がついている、先輩はビデオの霊がついていると確信し除霊をしてもらおうと考えた。当時某番組でよく心霊特集が組まれていた。あの番組ならきっと何かしてくれる、そう思って番組宛にテープを郵送した。だが幾日か経ってテープは送り返されてきた。一緒に送られてきた書類には、この霊は私たちの手で終える代物ではありません、こんなものを放送してしまったら大変なことになる、どうかご自身の手で処分になってくださいと書かれていたそうだ。先輩は日に日にやつれていった。霊現象と不眠と自分の周りで立て続けに起こる不幸により、これはもう神に頼るほかない、母の見舞いついでに地元の神社で相談してくると先輩は友達に見送られ、うん、西行きの新幹線に乗り込んだ、うん、そのまま先輩は死んだ。新幹線の中で心筋梗塞だった。テープは焼かれたらしい。ハイホテルはおそらく今もある。なるほど。ということでこれはね実際にあった話で、まあ、ネットに書かれていたっていうこのねやつなんですけど、怖いなーやっぱ。いやーもう怖いね。うん、本当にこれはそうですね。なんかやっぱり何かあるんでしょうね、いろいろ ね心霊スポットにはね、うん、なんかやっぱり怖いな。ね、リョウトも一個話していい？ああ、いいよいいよ。リョウトは本当に体験したっていうか、俺もよくわからない話である、なんか本当が重な、なんか いろいろと重なりすぎた話かもしれないんだけど、はいはいはい、リョウト漫画そうこよくね、いろんなあの格好するから変な格好とか、あーまあ確かにカツラとかよく買うんですよ。うん、で漫画倉庫でね、あるとある、まあ言わないんですけど、漫画倉庫でよくカツラが普通だったドンキホーテとかで、ね、もう1200円なんだけど、はいはいはい、漫画倉庫だったら300円ぐらいで売られてるから、そうなんだ。なんかやるときはあっちで漫画倉庫で買ってリョウト被ってる時期があったのよ。はいはいはい、はい、でこれ被ったら被ってで俺動画映して、うん、その次の日リョウト事故ってんのよ。事故ってんの次の日。次の日事故ったのよ、その買ったやつつけてたら。うん、でこれまた俺このカツラちょっと結構
嫌なになったから来てたわけ、はいはいはい、でまた俺買いたいなって買ったわけ漫画そこで、はいはいはい、そしたらちょっとまた次はエンジンが止まったの車で、そうなんだ、そうだからこのなんかやっぱりはいはい、まあ、いわくつきというか、だからこのカツラも最近昨日行ったんだけどもうなくなってたわけよ、うん、いっぱいこのなんていう袋にちゃんと入った新品なのが、うん、いっぱい置かれてるんだけど、うん、これが全部なくなってたわけ、そうなんだ、だからなんかやっぱ古着にもそうだけど人形でもいろんなのが、ね、まあまあ確かにね、作るんじゃないかなっていう、まあ、だから中古品はちょっと怖いところがあるんだよね、ね、うん、何があるか分からない、何があるかそうそう分からないから、まあもしかしたらねそれ何かちょっと売る前に何かあったやつかもしれないし、まあそれか両党のただのあのおちょこちなのかもしれないしまあ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 、はい、そうそうそう、確かに、でも結構でこれかつがかぶって次の日とかもや、うん、脳台とかやめて、なんか中谷子さんからツイキャスが止まったっていうコメントが来てますね、はい、俺のちょうど多分怖い話してる時フリーズしたから話の後半聞けてないらしい、あでもひろみさんは止まってないって言ってる、じゃあもう一回話しましょう、なんでよなんでよ怖いっすよね、まあとりあえず怖いは一人だけ止まってたっていうのは怖いですよね、もしかしたらね中田猫さんのお家にああいうドロドロかもしれない、あなるほど、中地ですね、中地だわ中地やん、中地なん、中地もなんか存在が薄い時があるから、まあ、中地はもうなんか幽霊みたいなもんだから、うん、あとなんかね、なんか待ってーだから、おお怖い、何何何何、知り怖いやつ、違う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 、本当にさだからそんなそんな言い方したら怖いからマジで、今俺めっちゃビビったわ本当に、もう怖いですよ、じゃあお前の声がでかいんだって、あはあじゃないよ、なんかね、はい、あのスマホでもゴーストタッチっていうのがあるらしくて、そうですねあるみたいですね、帰りよくやってたけど、うん、あれ違うか、あれじゃないのか、ゴーストタッチって何っていうなんか現象があるらしい、あスマホでってこと、うん、勝手になんか画面がタップされるんだって、それをゴーストタッチっていうんだ、うん、でなんか勝手に何か検索されたりとかするらしいので、皆さんね現代社会にもなんかもう幽霊は順応し始めてるので気をつけてくださいということで、よろしくお願いします、はい、まあいろいろ喋りましたけど、はい、そろそろ CM 行きましょうか、行きましょう、はい、それでは一旦 CM でーす、大丈夫、怖いですね心霊現象ズモンは、なんかゴーストタッチってなんかやっぱ静電気に反応するから、この画面って、うん、なんかね、無駄な静電気が走ってるとかに、あ可能性は、うん、なるほどね、あるかもしれないですね、うん、でも涼斗くんの方に成仏できないピロキーが乗ってるってね、与那峰さんが成仏できずに肩にずっと涼斗の人たちの営業をした与那峰さんが乗ってるのねじゃあこれはもう払えませんこれは払えません、離さないんだ、離さないですっていうことで、なんか怖い話とかもありますけど、一番人間が怖いですよね、いや幽霊が怖いっす、嘘、いやお化けが怖いっす、そうね、やばいやばい、ほらやっぱお化けのせいお前はい、CM 開けました、デコボコトラベリングのビッグスモール、ただいま生放送でお送りしております、やってますよ、はい、ね、まあ前半ではまた怖い話やら何やらいろいろしましたけども、いつものコーナー行ってみましょうか、やってみましょうか、はい、それではコーナー行きましょう、 YouTuber への道、はい、僕たちは YouTube で時々動画を配信しています、その企画を考えたりどうしたら一流の YouTuber になれるか研究していくコーナーでーす、はい、始まりましたよ一気に元気になったね、さあ怖い話はちょっとこう両とも怖いので、まあね俺もちょっと話しながら怖かったから、はい、怖いですけども、ね、空気を変えていきましょう、変えていきましょう、はい、さあ
このコーナーはですね、はいはい、YouTube のチャンネルを僕たちは持ってまして、そうなんですよ、 KY チャンネルとサブ KY チャンネルっていうねチャンネルを持ってます、はいはいはい、持ってます。サブ KY チャンネルが毎日投稿で、はいはいはい、KY チャンネルはですね毎週金曜日に投稿となっております。はい、それでやっぱり企画を考えないといけないってことで、うん、今日も企画を持ってきたり、ちょっと紹介したいメンバーもいるのでやりたいと思ってます。よろしくお願いします。行きましょう。はい、まずですね KY チャンネルのメンバー紹介から改めていきたいと思います。はい、 KY デンジャラスのコーター中っち、はい、そしてデコボコトラベリングのリョウとカイディ、はい、そして後輩のヘンザンリョウとですね、はい、僕の弟分のヘンザンリョウとです。弟分の弟です、僕の、うん、でそしてですね実は今いろんなお仕事とかも忙しくて、あ、できるときやって、あともう一人います慎太郎。うん、俺忘れてんのかなと思ったよ。もし見てたら後で大変なことだよ。慎太郎ごめん、違うなよ、りょうさん焦ってたんだ。慎太郎生徒会長、首里東の生徒会長をしてた、元生徒会長の慎太郎君。そしてですね実はメンバーもっといっぱいいるんですけど、うん、あのちょっとお仕事とかね、いろいろ学校とかね、いろいろ大変なんで、ね、だから その子たちの紹介をしてね、もっと KY チャンネル出てるから知っていきたいなと思ってます。よろしくお願いします。はいはいはい、もともとですね KY チャンネルって KY チャンネルともう一つあったんですよ。ああ、もう一つというと、もう一つっていうと首里東小学校、ああ小学中学校、え、首里東高校だ、うん、があって、その時のメンバーが、はいはいはい、シーゲーシーゲーね。シーゲー、あの KY チャンネルのシーゲー、うん。はいはいはい。と、あと、コータとか中地とか、うん、いっぱいいたのよ。はいはいはい。で、あの、いろいろ学校から、あの、うちの名前を出さないでくれっていうことで、そうなんだ。KY チャンネルになったわけ。はい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 。で、実はシーゲーも昔からいるメンバーで、うん、シーゲーは、あの、とっても喋りが上手な男の子です。うん、そうだね。それを知ってほしいです、今日は。うん、シーゲーと、あと、ミヤケン。三宅県ね。三宅県はあのお笑い高校総体っていう、あの高校総体でも、ね、うん、沖縄県でねやってる、あのネパールみたいな顔の男の子です。まあ確かに可愛い可愛い男の子です。そして深夜、うん、深夜ね、深夜スポーツ版のサッカーがうまい。そうなんだよね、彼はね、もうそうそうそう、うまくて、あの僕と同じぐらいの身長です。そう、うん、チビなんだよね。そうそうそう、うん、だからあの皆さんももっとね、あのぜひぜひ動画で出てくると思うので、うん、KY チャンネルをよろしくお願いします、ね、知ってください、お願いします。ということで早速の企画をいきましょう。早いですよ今日は。ちょっとね、巻きでいってますね。巻きでいってます。今日はちょっとメンバーをどうしても紹介したくてですね。いや、もう大事だよそれは。はい、もうメンバー紹介で終わってもいいぐらい。やだ。企画4本ぐらい持ってきてるんだけど、4本、うん、でも今日はもう早く終わる企画をちょっとやっていきたいと思います。じゃあ、うん、焦らないでね、ちゃんと伝わらないと意味ないから。そうですね、うん、ラジオですからね。ラジオですから。さあ早速いきましょう。全然伝わらない。企画の動画いきましょうね。はい、いきましょう。もしも童貞のリョウトがやりちんだったドッキリ。ああ、はいはい、これはね、変山リョウトに仕掛けてるなって思って、うちの弟分の。はい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 。僕は童貞なんですよ。ああ、まあ確かにね。そうそうそう、さっきもいろいろ話で出ましたけども、童貞なんですよ。そうで、女の子と話す機会っていうのがほとんどなくて。はいはいはい。てか、まあそうですね、女の子とは全然、てか女の子、そうですね、あんまり、うん、どうした興味がないっていうのか、なんか話、ね、彼はね、男の子が好きなんですよ。はい、違うよ。誤解を生まれるじゃない、お前。誤解を生まれる、なんか、誤解が生まれる、うん、そうそう、誤解が生まれるだからね。そう、で、それで、あの、りょうと、ん、女の子と遊んだこともいない。やっぱりじゃないよ、中田玲子さん。違うから、りょうとは。その通りなんですよね。女の子好きだよ、りょうとは。好きだけど出会いがないんだよ、りょうとは。っていう感じですね。いや、もうなんかそういうことなんですよ。そうなんです。だから、どうぞ広瀬さん、だから、あの、違うよ、りょうとは、あの、彼女はいないよ。いるよって言おうとして、いないのに。いるよって焦ってます。もう本当のことがね、バレそうになって焦ってます。違う。はい、次、早く進んで。はい、どうぞ。そしてですね、変山りょうとがね、ちょっと俺をバカにするわけ。童貞だし彼女いないからって。はい、変山もね、最近童貞卒業したばっかりなのにね。そう、うん、バカにしてしょっちゅう、はいはい、なんかりょうと先輩彼女いないっすねーとか、りょうと先輩まだ童貞なんですけって言うんだけど、はいはい、だから俺わじって、だから女の子をいっぱい呼んで、
あの変な帰ってくるときにカーノジスタイルで女の子10人くらいで寝ときたいなっていう。ああはい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 。そしたら絶対あいつの反応面白いと思うんで、うん、大変なことなるよ多分。そうだからあれはドッキリをやりたいなと思ってます。リョウさん面白そう、うん、でもなんかもうちょい俺凝ってもいいかな。それだったらネタ感すごいさ。そうだね、違うわけよ。そんなしてネタでやったらあいつビビらないから。あいつどういうなんかちょっとわかるからな。カメラある。俺ちょっと今いいのひらめいた。なんでなんで。あの普通になんかみんなで、うん、あの KY チャンネルオフ会みたいな。あーいいね、うん、で女子呼ぶんだけどみんな仕掛け人だわけよ。はい、めっちゃいいわ。でなんかちょっと両党ちょくちょく女の子と抜けたりして、でヘンさんにちょっと、はい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 、あなんかあちょっとそろそろエンディングやるからリョウト呼んできてって言ったら、うん、ちょっと裏でリョウトが女の子とあんなことしてるっていうのをヘンさんが見かけたらどうするかみたいな。あーめっちゃいいわ、めっちゃいいわ。そういう感じの面白いなって、あいつ絶対絶対ビビるよな。絶対ビビると、うん、リョウト先輩あのリョウト先輩が絶対うん絶対ビビるよそれ。絶対言うと、うん、俺ちょっといいのひらめいた。演算はなぁ、なんかなぁ、バカにするところも弟らしいんですけどね。ねぇ、なんかもうとっても本当にこの、なんていうの、可愛いけども。なんていうんだっけ、あの、末っ子キャラだから、本当に。そう、末っ子だから。お兄ちゃんをね、見せないといけないなぁと思って。お兄ちゃんを。そうだよ、お兄ちゃん見せようもう。そうですよ。うん、見せつけてやれもう。やりましょう、頑張りましょう。うん、ということで、そういう企画をね、やっていきたいと思ってます。はい、はい、今日はあと1個いいですか。でもあと2分だよ。そうなの。うん、あじゃああの今日はやめときます。やめとくんだ。はい、ね、またちゃんとね改めて言った方がいいからね。ということで今日はメンバー紹介、しげ、みやけん、しんやもですねいるので、ぜひぜひ、はい、皆さん今から楽しみにしててください。夏も楽しいですよ。いろいろ企画まだまだ考えてますから、ね、はい、楽しんでいきたいと思います。ありがとうございます。はい、というわけで以上 YouTuber への道でした。はい、じゃあね曲の方行ってみましょうか。はい、ねこの冒頭部分でも喋ったんですけど俺、はい、K-POP が好きなんでね、はい、今日の曲はねもう K-POP から持ってきました、ね、皆さんおなじみの TWICE で TT です。どうぞ。マジか、そんなに好きなんだ。ということでですね、今日はリョウトの質問コーナーも今やってますので、ぜひぜひいろんな、彼女はいるの？たまはいないけども、彼女はいるの？いろんなことを聞いてみてください。全部答えますよ、リョウト。質問をどうぞ、まあ、うるせえな、口出すな、お前は。あ、こんばんは。こんばんは。イエーイってことで、あ、好きなタイプですか？あの方にくさ、いいわ、質問。えうるせえよは、シャワシャワじゃないよはぁ、さ好きなタイプですね、好きなタイプありがとう。なじゃないのよ。あ、うん、ゆりかちゃん、うるさい。ベイベーベイベーとかじゃないのよ。めっちゃ音流れてるやん。髪、好きなタイプは、好きなタイプはですね、やっぱあれですね、一緒にバカできる人がいいですね、うん。照れるわ。一応好きなタイプ、そうですね。だから両党。That's my TT。帰り。生へ。That's my TT。っていうことで好きなタイプはかわいい子っていうか、まあ全然両党中身も好きな、全然好きなので、もう本当に中身が優しければ全然俺はもう好きです。あと。だんだん恥ずかしくなってきてるでしょ。ちょっとずつ恥ずかしく手震えちゃったよ、ベイ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 の時。だんだん恥ずかしくなってるでしょ。ちょっと恥ずかしい、うん、帰り、うん、完全に壊れた、うん、ちょっと熱くなってきた。熱くなってきた、恥ずかしくて、うん、さあ、そうですね、リョットタイプはもう本当にお笑いのこととかね、もう全然応援してくれる方は好きですね。あ、本当にゆりかさん合ってますね。髪切りました、最近。頑張れ、続け、帰れ。そうですね、髪切りました。さすがに分かってるね。身長は自分より低い子がいいですか。あ、
りょうとね、どっちもいいですよ。来るよ、来るよ。りょうと全然いいですよ。何が来る場合？ジャマイティーティー、ジャマイティーティー。で、りょうとは、そうですね。あ、かわいい子、綺麗な。あ、かわいい子がいるな、りょうと。どうしようかな。ベイベー。あ、可愛い子も好きですね。でも、あんまりそんな見た目っていうよりかは、なんかあれですね、もう。え、ニュースゼロで TWICE 特集やってんでって。俺ちょっと見てくるか、ごめん。ラジオ、お前ラジオ局テレビないから、お前。いちいち、シェアハウスまで帰らんといけんやし、お前。帰るなや。帰る。俺、今日のラジオ終わるよや。よくがいたお前、マンコチンコしか言わんから、お前、放送事故につながるよや。やめろやめろ、すでに放送事故だ。あ、そっか、もう、なんか、あ、そうですね、りょうとは、かわいい子、かわいい、あ、まあ、どっちかというと、かわいい子かな、でも、どっちも好きです。あ、あれです、男でかわいい子ですか。男好きじゃないよや。男よりは女で、女が好きつらいっすよ。ボアか、ボアね、ボアいいと思うけど、でもやっぱ、ね、なんていうのか、ボアはやっぱりちょっとなんか髪型、ショート、ロングドッキー、ああショートが、俺トゥワイスってなんか可愛い系のぶつかり合いしてるから喧嘩いわゆる戦争になってるから、戦争って言ったらダメ、ダメ、戦い戦い、バトルね、バトル、そう、バトル、うん、髪型、ショート、ショートアイドルでみんな可愛い、大学生だよね、はい、一回で聞いたら分かると思ってたよ。俺でも最近思ったわけよ。なんでアイドルは裏切らない。そうなんだ、アイドルは裏切らない。裏切る、リョートは髪型、ショートが好きですよ。まあね、でもショートいいんだけど、ロングもやっぱね、いいよね。でもロングもいいですよ、うん、ね、ショートロングみたい、ロングショートみたいな。ロングショートってね、ショートロング、ロング、ロングショートロング。10枚です。というわけで以上、りょうとの質問コーナーでした。彼結構今恥ずかしいでしょ。はい、あ、はいって言ってはい、はい、CM 明けました。デコボコトラベリングのビッグスモール、ただいま生放送でお送りしております。お送りしておりますよこんにちは、まーちゃんでーす。違うよ、違うよ、まーちゃんさんの言葉が好きですね。あー、もうね、やっぱ俺が変なことしたら、りょうとはどっかで狂うんだ。狂うんですね。どっかで間違えちゃうんだよ。りょうとも狂うっていうか、やって狂うっては思ってないけど、まあ、間違ってだからね、今。そうですね、まあ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 、まあ、もうなんか普通だったらね、いつもこの挟むのがあるのに、もう関わらず、だから猫帰りです、僕らとして、ここからビッグスモールって流れてる間にはーい嘘みたいな。待って、これはでも帰りの方が恥ずかしいからね。いや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 、お前だって帰りFM 沖縄の時に、でこ帰りです、僕らとですね、ここからトラベリングです、お願いしますっていうのを、違うよ、リョートも狂ってるわハイアップの千人フリーライブへの道ってエコーがかかる。そう、なんかがなりを言うところがあって、二人でね、で帰り、それ終わった後にデコ帰りですってやるのに、うん、はい、続いてのコーナーはってまっちゃんさんが言ったら、デコ帰りで、あってエコーが流れた俺それよりはマシだと思ってるよ。いや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 、似たようなもんだよ。いやいや、全然全然エコかかってないし。じゃあ、あの時俺は面白かったからよかったけど、帰り面白いのは面白かったけど、あんた本当に焦ってたよいや、考えるよ、 FM 沖縄ど誰が聞いてるか分からんだろ。そうだね、一応でもやったんだから沖縄のだってもういろんな人が聞いてるねえ、まあでも面白かったからいいよ、もう、うん、ええ、笑うな、笑うな。一番相方が見せた時が面白いですね。本当にりょうとか見せるキャラだと思ってるけど帰りいつも見せるから面白いんですよね。そこが可愛いところですよね。りょうと、それ言ったら本当になんかそういう風に、うん、いやいやいや。というわけでね、ちょっと、はい、久しぶりにメッセージの方届いてるので、読んでいきたいと思います。お願いします。こんばんは。こんばんは。今日水泳の授業の時間に2年生とリレー大会をしました。めっちゃ楽しそう。勝ったので嬉しかったです。うわ、いいな、楽しかったです。お話を変えますが、お話というか話を変えますが、はいはい、来週の金曜日から夏休みです。お笑い大好き高校生から、めっちゃいいな、夏休みか。
まあ、リョットもでも毎日夏休みみたいなもんでしょ。そうだよ、リョットも夏休みでは毎日がパラダイスだよ、ほんとに。毎日がパラダイス、毎日がパラダイスだよ、ほんとに。俺は夏休みまでもうちょい時間があるんだよね。そうか、帰りはいつかな。大学生はだいたいね、8月の2週目ぐらいから。まあ見ろ、いつも夏休みなんだこっちは。冬でも夏休みだ。冬だったら冬休みになれよ。あ、そっか、冬休みだ。なんで冬でも夏休みになってるか。ずっと毎日がそうだよ、自由研究真っ最中だから。どういうこと。よくわかんないです。どういうこと。でも、あの、夏休みってワクワクするよね。まあね、夏休みワクワクしますよね、やっぱり。ラジオ体操行ってた？ラジオ体操行ってたよ、俺。ちゃんと行ってた？行ってた。あの、ラジオ体操毎日行ってスタンプもらったら、うん、最後の日に図書カードもらえるわけよ。あ、そうだね。よし、あの、いつもあの、100均です。あ、行ったらダメだから。今、大体分かって、100均でスタンプ買って自分で押してたんでしょ。いや、あの、その、30、31日には配るさ。うん、30日、ちぐらいかちょっと行って31日に渡して私受験でマックのカードとかもらって大喜びしてた時代があってさ、懐かしいなあの時は。今までもらった分のお金全部俺に渡せ。あ、なんで帰り。え、帰りなの。全部俺に渡せ。そうなんだ、しょうがないな。いや、しょうがないばい。うん、渡すよ。渡すんだ。マックでいい。全然いいけど。全然やだ、やっぱり。こっちはや、やだ、やっぱ、まあ、うちの妹にあげるわ。うちの妹は俺が寝てるとき毎回ちゃんと持って行ってたわ。公民館まで行ってやってたわ。お前、妹見習え。そうだね、よく言われます。お兄ちゃんだろ。親戚からよく言われます。なんかごめん、すず、あんたがお姉ちゃんみたいだよってよく言われ。あ、妹言われてるんだ。りょうと、ん、はね、弟っていうよりかは、なんかね、うんって。もうなんかもう何も言えなくなってるやつ。親戚に言われますね。あ、あの、ちょっと今、もっと、帰りもっと歌ってっていうコメント見つけちゃったんで、あの、あ、はいはい。歌いましょうね。あ、お願いします。なあ、なん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 な。恥ずかしがるな。TT ポーズまで行け。いや、なんでよ。あの、正直言って、あの、あんまり覚えてないわけ。最近聞き始めてからもあんまり覚えてないわけよ。あの、韓国語バージョンで今流してたから、このこっちではね、あの、なんていうのかな。そうだ、ね、歌えないわけよ。でも、あの、あんた成長してよ、帰り、うん、だってこういうことできなかった2年前までは。まあな、確かに KY チャンネルというのに所属してから、うん、あ、変わったよ、あんたは。変わったね。じゃあというわけで、じゃあ防弾少年団歌いたいと思います。防弾少年団で、あ、じゃあ、うん、防弾少年団で帰りバージョンです、どうぞ。もう、あの、今有名だね、血汗涙で、はい、血汗涙、血汗涙捧げろ今も溢れる、ただあああああ、ただあああ血汗涙。ああ、もうなんか嫌になってきた。シャララララ僕のポケットに、あ、心もういいよ、もういつまでも輝く夢、ドラえもんそのポケットで叶えさせてね。勃起少年リョートでした。じゃあリョート読んだだけだよ、コメント。つぶってないよ、リョート。よくないわ、こういうコメントを読む、読むリョートもだし、こういうコメントをもうね、リョートに読ませようと、好意的に。リョート全部読みますから、ちゃんと大丈夫ですよ。はい。はい。ということで、あの、長引いたので行きましょう、次のコーナー帰り。次の歌行きましょうか、じゃあ。次の歌なんか。歌でいいの。はい、じゃあ何がいいですか。じゃあ続いてのコーナー行きますか、そろそろ。あ、こ、もう何を歌う、聞く、歌う。じゃあ、てっこ何歌う、うん、あの、ハグしちゃおうで行きましょう。ハグし、ハグしちゃおう、ハグしちゃおう、大人も子供もハグしちゃおう。ありがとうございます。じゃあ行きましょう、恥ずかしくなってきた俺まで。はい、じゃあ続いてのコーナーです。はーい、帰りの恋愛相談教室。はい、このコーナーは恋愛経験豊富なカイリーが、さまざまな恋愛相談を解決していくコーナーですということで始まりました。はい、もうね、拍手がいっぱい来てますよ、ほら、はい、恋愛相談教師って、
あ、これ故意的に間違ったとかじゃないですか。ちゃんと俺が恋愛相談の教師だから、うん、そういう教師っていう風に言って、そう、カイリ先生っていう風に言ってくれたっていう解釈で間違ってはない、ね、はい、大丈夫ですよ。ということでですね、今日も DM いっぱい来てました、はい、来てました、ごめんなさい、来てました、 DM 来てました、はいはい、最近はですね、DM の他にやっぱね、ちゃんと結構来てるんですよね。お、来てますか。なんか年がすごいいろんな人が来てます。おー、年齢層が増えてるということで、じゃあ最初にですね、22歳の男性から。比較的近いね、2歳くらいしか変わらないで。もすごいよ、今からいろんな年上も出てきますから、ね、あ、はいはいはい。今日 LINE で思い切って好きな女の子を食事に誘ったのですが、はいはい、その女の子から共通の女友達も誘おうかみたいなことを言われました。あーはーはー。この場合どうすればいいのでしょうか。僕は二人きりで行きたいと思っていました、はいはい、ちなみに僕とその子と女友達の3人で以前もご飯に行ってますってことですね、はいはい、あ、女の子、その好きな子と二人きりで食事に行きたいけど、そう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 、女側の方はなんかもう一人友達誘おうかみたいな、ごめん誰々誘おうって言って言うんだと思うね。でもいるよね、よくそういう女いると思うね。いやでもあのなんだろうな、なんかうん、露骨にもうあれじゃない、あのなんかもう好き感出しちゃっていいんじゃないかなと思うけど。そうだよ、それでもし分かんないけど、なんかだから相手は多分相当鈍感なのか、もしくはあなたのことが嫌いなのかどっちかだから。そっか、確実にね、この2択しかないから、鈍感すぎて気づけなくて、このなんていうのかな、なんかもうすぐにただワイワイしたいから友達誘おうかって言ってるのか、ただ2人っきりが嫌だから3人で行こうかって言ってるのかのどっちかだから、うん、ああ、でも女の子も怖いんじゃない。だってまあまあまあ確かに男って怖い生き物であるからさ、うん、男怖い生き物ってもうそれ完璧に男性恐怖症の人やし。そうだね、それうん、どっちどっちどっち、今うんうんって言いながら首縦に振ったよね。どっちどっちが本当、どっちも嘘です。どういうこと、どういうこと。なんかさ、女の子も男の子も怖いよね。でも、まあ、でも二人きりだろうって言ったら俺も最初怖いかもしれん。いやだからなんか俺だったら、うん、俺はもう本当に露骨にもう好きな感じを出して相手の反応を伺うぐらいでいいと思う。これで相手が引くんだったら、なるほどね、もうそれは脈なしだから正直諦めた方がいいと思うし、うん、それで相手が OK するんだったら確実に脈ありだから、俺はね、あのもうガツガツ言っていいかなって思うんで、そのね、なんかこのその言葉次第でこの先を決めたらいいかなって思いますよ。いいですね、はい、こういうのいいですね。今日は冴えてるね。冴えてますね。一応ね、誘うことは本当に大事なことですから。そうそうそう。だからなんかもうね、もうなんか、まあ、とりあえず思い切った行動が先を分けると思うんで。そうですね。頑張ってみて。頑張ってみてください。お願いします。じゃあ次行きましょう。はい、行きましょう。月に1回しか会わない彼氏が、はいはい、連絡は週に一度でも。いつも猫の動画ばっかり送ってきて、はあはあ、正直飽きたし、はいはい、他に面白い話ないの、ないのよって感じです、はいはいはい、また親の写真ばっかり送ってくるので、はあはあ、正直重いです。別れた方がいいでしょうかっていうことですね。はい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 、はい、これはあのどうですか。お相手は中田猫さんですかね。猫の写真、いやいやいや猫の写真ばっかしじゃないから全然大丈夫だよ。どういうこと、どういうこと。猫の写真と親の写真もなんか両とも猫親はね、親を猫は両と送るけど両とも気持ちはわかるから猫、うん、親はちょっとダメかな。親はちょっとダメかな。猫の動画とかばっか送ってくるんでしょ。いいんじゃない全然。中田猫さんだよ。だからなんでそれを気をつけろお前。私だって言っちゃったよ。うん。いやもうあの大丈夫よ大丈夫、あの親の動画は。いやでもあのね、あの正直、はいはい、あのなんだろう、相手は、うん、あのうーん相当変わった人というかなんか、そうだね、もしくは恋愛対象として見られてない可能性があるよね。うん、そうですね、なんか
な、なんて言えばいいんでしょうかね。ちょ難しいんだけどこれ言うのはあのね、ひじきの動画か。だって親の写真と猫の動画しか送ってこないんでしょ。でもあれだったら爆笑だよね、あのなんかみんなで仏壇で手合わせるところの写真。家族、家族付き合いあるなって思うけどね。あ、僕だけですか。お前だけだよ、お前だけだよ、僕だけですか、それは絶対、うん、じゃあ違いますね、僕は、うん、違うよ、違う、俺そんな写真見てもキュンってこないもん。嘘を、たまに送ろうかなって思ってましたけどね、お盆の時ぐらいは帰りに俺に送ろうと思ってた。日賀家の、あの親戚を全員、うん、多分、すぐブロックするでも、なんであのね、別れた方がいいでしょうかとか言ってるんだけど、はいはい、その通りだよ。そうなんですかこれは、うん、だってもうすでに別れた方がいいかなって考えてる時点で、うん、終わりだから。あ、そうなんだ、うん、もう会わないってことさ、要は会わないで、それでなんか猫の写真とか親の写真見てわーわー喜んでお互い話が盛り上がるんだったらいいと思うけど、うん、そうだね、そうでもないんだったら今すぐに別れた方がいいよもうこれはちょっとあるかもしれないですね。これは無理だ、うん、そうです、きっぱりいきましょうね、きっぱりいきましょう。じゃあもう無理ということで、あの別れた方がいいっていう決断をした方が次の、もしくはもしくはね、もしくはあの犬の写真送りつけるとかね、わあわざとね、うん、そしたら対抗してくるかもしれないっていうことですね、なんかもっといい方法に行くかもしれないね、もしかしたら。じゃあ自分のくるぶしの写真送ったりとかしてみたらまた新しいのが、逆に相手が引くんじゃない大丈夫かな、引くの、まあ、新しい道が見えるかもしれない、道が、ね、見えるかもしれないのでぜひやって何なんだろうね、いきなり上がったのに下がっていったけどねはい、じゃあ次行きましょう。はいはいはい。今年上の28歳の女性と毎日 LINE したら2回ほど5回ご飯に行ってるんですが、今度3回目のご飯に行くのですが、付き合う前のキスってありでしょうか。またするにはどういう風に持ち込めばいいのでしょうか。あ、仲としては2人で毎日 LINE したり、次は食べに行くとか LINE で計画する仲です。はいはいはい、回答をお願いいたしますってことですね。ああ、じゃあもうご飯は食べに行ってて、はい、あ、もう付き合う前にキスってありかっていうことね。そうですね。で、どう、それするにはどうしたらいいかとか、そういうことですね。それ何、それ何、その、あ、こういうあの気持ち、気持ちになって、ああ、なんかちょっと雰囲気出してる。そうですね。ああ、そうなんだ。じゃああの、うん、言わせてもらうけど、はい、お酒の力だよ酒飲ませ、酒アルコール入れれや28歳だろ酒が飲める、酒が飲める、酒が飲めるぞ。いや違うよ、や絶対ダメなパターンやし、お前1月は正月で酒が飲めるぞ、ずっと酒飲んでるやし、マジかダメだよお前、あー起きたなと思ったらもう隣に裸のその嫌だよお前、酒のどんどんお前下にどんどんお前、マジか、アルコール使い、アルコール、アルコールとか言うなお前、うん、35度がおすすめですね。どういうこと、どういうこと、なんで俺が今宣伝したわおすすめですねっていうのもおかしい。35度ってだいぶ高いよ。だから分からん、俺も飲んだこともまだ二十歳でもないから。でもでもお酒はダメなんだと思うよ、よく言うけどお酒はダメだよって。なんか、じゃあだから、あの、なんていうのかな、良くないと思うけど、一応だからの付き合う前のキスとか、あ、そういうのは良くないと思うんだけど、まあ、どうしてもしたいんだったらね、うん、酒飲ませ。だから酒はダメなんだって3月はひな祭りで酒が飲めるぞ、酒が飲める、飲めるぞ、酒が飲める、やめろ記憶ぶっ飛ぶだろ絶対俺お酒怖いよ絶対、うん、お酒は怖いからこそ、あの、お酒は計画的にまあ、まあ、ご利用は計画的にみたいな感じで、うん、マジか、お酒は本当にダメですよ。付き合う前に手をつなぐ行為はダメってゆりかちゃんが言ってるけど、うん、それくらいはいいんじゃないかなって全然、うん、あのね、だって俺も ね、あの、なんか付き合ってもない女の子に手握られて、うん、俺付き合えると思って告白したら振られたし、まあ、つってつなぐぐらいはもうなんか思わせぶりな今日、うん、1月はなんとかで酒が飲めるぞ。なんでよ、俺未成年だからまだ酒言っても、はい、というわけでね、回答は酒を飲ませろということで、はい、はいまあ、そんな感じで今日も3つ回
としてきましたけども、リュウトは手つなげるのって言ってますね。もう潔癖症だから無理でしょ。大丈夫だよ。あ、本当に手はつなげるよ。リュウトはリュウト手はつなげる説というわけで、あの今度ね、あの検証していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、というわけで、あの以上帰りの恋愛相談教室でした。はい、それではエンディング。エンディングですよ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。というわけでね、もうまたお時間の方が迫ってきてますので、早いですよ、告知をねちゃちゃっとやりましょうか。やりましょう。と今週土曜日ね、あのお笑い劇場というものがございます。そうですよ。はい、あのチケットの欲しい方はね、カイカリョートの DM までくれればよろしくお願いします。前売り料金で入れますので、ぜひぜひよろしくお願いします。ぜひお願いします。というわけでね、あのもう時間がないのであんまり喋れないのですが、はい、あと30秒弱ぐらいかな。なるほど。なんかあるよと。そうですね、見に来てね。切実だね。劇場皆さん見に来て、今回はワクワクを皆さんお届けするということで。そうだよ、違うんだよ。はい、いつもとは違う風になってますので、ぜひぜひ来てください。というわけで、あと10秒ぐらいなんで、はい、皆さん今日もお聞きいただきありがとうございました。ありがとうございました。来週もまたお聞きください。風邪ひかないでね。お相手はデコボコトラベリングの帰りとヨートでお送りしました。バイバイ。ございましたつうことでですね、はい、もう早いね。早いですよ。もうなんか面白いな、いつもいつも楽しいわ。あっという間だよ。みんなお疲れ、ありがとう。お疲れ様です。ツイキャスはあと3分ぐらい。そうですね、3分ぐらいありますから。お疲れ様です。ノーズさんお疲れ様です。カンコちゃんお疲れ様です。ラムさんお疲れ様です。そう、あの前も言ってたんだけど、うん、このみんな嬉しい。脱げって切実。両方も脱ごうかなと思ったんですけど、ちょっと最近あの事務所の先輩に怒られてしまいまして、脱ぐなとね、帰りね、うん、もうあのちょっと怒られてしまして、あの次脱いだら、そうですよ、両方最近脱ぐの多いからやめるって、あの帰りの目の前でめっちゃ怒られて、ちょっと やめないといけなくなって。そうですね、本当に。じゃあ本当は脱ぎたいんですけど、うん、そうなんですよ。たまたま先輩が見ててラジオを。あ、そうなんですよね。あのこれ言っていいのか、ね、本当にやめろと脱ぐなって言われたんですよ。これはガチ目です。すいません、もうだから、あの前の YouTube にあの脱ぐシーンまで撮ってると思う。そうですね、マンコに沈め、マンコ、これマンコですか、うん、上がってるからもう何度も連呼して、マンコを連呼、マンコを連呼、チンコ、こういうのがダメなんですね。本当に先輩に怒られる原因は本当にこれだとは思うんだよ、ね、そうなんだよ。帰りもこう止める帰りまで狂ってきてるので、こういうとこなんで、そういうところが良くないとは思う。すいません、でもあの本当に抜くことがねもうできないということで、本当にだから、あのでもですよ皆さん、 YouTube ではあの FM 機能で抜く回が載ってますので、載ってますからね、ぜひぜひぜひね、抜けたらいいなって思ってますよ。SM プレイの道具つけてきたらね、あの時は抜けたけどね、なんかもう抜けなくなってきてるから最近。確かにね。そうですね、なかなか脱いじゃダメなところあるからね、うん、怒られるし。でも結構怒られちゃう、本当にあの呼ばれて、ちょっと来てみって言われて、うん、来てみって言われて、ちょっと最後の部分だけ見てよ、脱いだでしょって言われて、だからちょっとこんなことしたらちょっとあのラジオで響くからやめるって言われて。確かにね、あんまりね、だからもうそういうのがね、良くないとか、ね、ちょっと反省して、うん、ダメだよね、反省してね、やっぱり、うん、ちょっと俺反省しないからダメなんだよな、そういうの。どうにかした方がいいと思う。もうちょい、次からね、うん、もう頑張って、あ、もうそろそろ、おっしゃあ俺言われても脱ぐからよ。俺言われても絶対脱ぐからよ。俺
言われたけど脱ぐわ俺。